こんにちは。こんにちは。今から精通をしていきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。肩と首が、だるいのが続いているのと、あと腰が痛いです腰は痛い。肩は痛みというよりもだるさとか張ってるっていう感じですかね。今日はどっちの方が辛いっていうのはありますか。腰と肩、首でしたら。首、肩。首、肩の方が今日は辛いですか。はい。かしこまりました。じゃあまず動きの、ね、チェックをしたいんですが、できる範囲でいいので首をぐるっと回してみてもらってもいいですか。逆回してもらって、今首回した時は痛みが出るとか突っ張る感じとか、そういうのはいかがでしょうか。この左の方の筋がちょっと痛く。ちょっと痛かったですか。OK です。じゃあ今度横向きになっていただいて、下向き、上向きってやってみてもらってもいいですか。この時は首はいかがですか。痛みが出るとか、突っ張る感じがするとか。上に上げるとき後ろがちょっと痛い。ちょっと痛い。OK です、OK です。じゃあ、あとね、腰の動きも見たいんですが、肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。手をね添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。 OK です、 OK です。今は痛みが出るとか突っ張る感じとか、腰はいかがですか。腰が痛い。痛いですか。あら。反った時が痛み出ますかね。かしこまりました。じゃあ今からね、全部整頓していきますので、横のベッドに移動お願いします。ゆっくりと右向きます。楽にして、だーっと。肩の力だ。大きく息を吸って、はい、吐きましょう。で、左向きます。で、もう一度ね、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ちょっと座っていただいてもいいですか。足を伸ばしたままお座りください。ゆっくりともたれてきてもらってもいいですか。後ろに。で、首の後ろで、ここで両手を組んでいただいて、指と指をしっかりと結んでおいてください。で、下向きます。で、一旦ね、脇閉じてもらって、胸を張ります。ちょっともたれましょう。もう一回脇閉じて、大きく息を吸って、はい、吐きます。もう一回ね、もたれましょう。脇閉じて、大きく息を吸って、はい、吐いて。もう一度もたれます。一旦肩の力から、背中丸めましょうか。猫背になって、ゆっくりもたれます。大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーっと。お腹の力を巻いて、 OK です。手を下ろしてもらって、一旦楽にしておいてください。これで首回してもらった感じ、左の突っ張り感、今いかがでしょうか。楽です。上向き、下向きも大丈夫そうですか。OK です。一回足を伸ばしてもらって、両足伸ばしましょうか。お尻少し前に行きましょう。で、左足曲げてもらって、両手もらいますね。少し引っ張ります。肘曲げて楽にしておいてください。一回ね、ゆっくり倒していきましょうか。
大きく息を吸って、はい、吐きます。次、逆向きでお願いします。右足を曲げてもらって、お尻もう少し先前に行きましょうか。両手をもらいます。ちょっと引っ張りますね。肘曲げて楽にしておいてください。ゆっくり倒しましょう。でここからね、大きく息を吸って、はい、吐きます。ふう、上向きで出ましょうか。足伸ばしたまま楽にしておいてください。ちょっと骨盤周りをしていきます。開いてもらいます。このままね、腕の力だらーんと肩の力を楽にしておいてください。からね、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふー、少しもたれます。左手を後ろに回してもらって、ゆっくりと後ろにもたれましょうかな。じゃあ今度逆向きでお願いします。握ってもらいます。一旦腕の力だらーんと、大きく息を吸って、はい、吐きます。右手を後ろに回しておいてもらって、ゆっくりと後ろにもたれます。
いですよ、ゆっくりと起き上がってください。今ね、全部清掃が終わりましたけども、ボキボキ矯正大丈夫でしたか？はい。はい、よかったです。じゃあまだね、動きの確認していきたいんですが、はい、できる範囲でいいので、首をぐるっと回してみましょうか。はい。逆回して。今、首を動かしてみた感じはいかがでしょうか？最初の時より、スムーズという、楽に回せる。あ、よかったよかった。今度は横向きになっていただいて、で、ね、また下向き、上向きってやってみましょうか。今は首を動かした感じはいかがですか？痛み、ないです、まあ、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。さっき首回した時も左の突っ張り感とかはなかったですか？はい、ないです。よかったよかった。じゃあ今度ね、肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。はい、手を添えて後ろにゆっくりと。今は前屈後屈してみた感じは腰回りいかがでしょうか？痛みはない。あ、今大丈夫ですか？はい、よかったよかった。今施術を、ね、受けられてなんですけども、はい、お体の調子全体的にいかがでしょうか？首、肩周りがすっきりした感じします。あ、よかったよかった。腰はどうでしょうか？腰も曲げたりしたら痛かったんですけど、今は痛みはないです。OK です、OK です。じゃあ今日は一旦ここまでにしておきますんでね、はい、これで様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。